Thank you guys for coming and watching. Hey, what is going on? 元気ですか？加藤です。今回ですね、2019年全豪オープンで大坂なおみ選手が優勝した時のスピーチから5つのですね、感謝の気持ちを伝える表現をお伝えしたいと思います。で、このね、ただ単にこう感謝の気持ちを伝えるっていう風に普段皆さん聞くとですね、 Thank you という表現を思い浮かべる方も多いかと思います。でもですね、この動画を見ることによって皆さんは全豪オープンで大坂なおみ選手がですねインタビューをした時のスピーチの理解が分かりやすくなるだけではなくてですね、皆さんの日常会話で使える感謝の気持ちの表現のレパートリーを広げるようになる動画です。ですので最後までですね、ぜひ見ていただいて Thank you でワンパターンにならないようにですね、ぜひ表現の幅を身につけていただければと思います。では早速一つ目から見ていきたいと思います。通常ね、おめでとうとかね、いうふうに伝えるフレーズとして一応ね、 Congratulation という表現があります。で、実はですね、それはよく短縮形で Congrats というふうな表現で使われます。大坂選手はですね、スピーチの中でこういうふうに言ってました。Huge Congrats というふうに言ってましたね。Huge Congrats to you で、相手の選手の名前というふうな感じで言ってました。Huge Congrats to you。Huge Congrats to you。というふうな感じで、おめでとうございますというふうに相手の気遣いなんかもここで言ってたわけなんですよね。で、二つ目のフレーズです。ここですが、通常、Thank you って言うとありがとうですが、あなたに感謝したいというふうな表現です。で、あなたに感謝したい。英語で言ってみましょう。どうぞ。これは、I want to thank you というふうに言います。あなたに感謝したい。あなたに感謝したいということです。I want to thank you for coming and watching this. で、ポイントですが、日本語では見に来るですよね。ところが、英語では来て見る、coming and watching というふうな語順になっていることなんかも面白いですよね。で、大坂選手は I want to thank you for coming and watching というふうに言って、ね、見に来てくれて、ね、見に来てくれてありがとうというふうなことを言っているわけなんです。で、3つ目ですね。で、今、Congrats、Thank you、I wanna thank you というのをやりましたが、で、次です。光栄に思う。光栄に思うを英語で何て言うか解説したいと思います。で、これは非常に便利な表現で、知ってると非常にね、フォーマルなシチュエーションなんかで役に立つので、まあ、ぜひ覚えていきましょう。I'm really honored. I'm really honored. そうです。で、これはどういうことかっていうと、私は本当に光栄に思うと。To have played you in the final of a Grand Slam. ですが、で、あなたと、ね、プレイをして、非常に光栄に思うというわけなんです。で、普通不定詞で動詞のけんけんっていうふうに習いましたよね。ところがこの have prayed っていうふうにすることによって、これは今感謝の気持ちを伝えるんですが、実際プレイしたのはちょっと前ですね。なのでこのように時間の差を表しているんです。つまりこれですが、あなたとプレイしたことに対して今本当に光栄に思うということを表しているんですね。まあ、細かい文法のことですが、もうこういうのをね、細かいニュアンスで伝えられている、さすがですね、大坂選手。では4つ目です。 I really wanna show my なんちゃら for you という表現がありました。これなんかもスピーチで押さえておきたい表現です。私の感謝の気持ちを示したいですというような表現ですが、感謝の気持ち、英語でどう言いますか、言ってみましょう。どうぞ。これですが、My gratitude というふうに言います。My gratitude。My gratitude というふうに言います。I really want to show my gratitude for you というふうに言います。Gratitude。
感謝の気持ち、 gratitude というふうに言います。で、5つ目です。これですが、 I'm really grateful というふうに言います。Really grateful というふうなことで、まあ、本当に、まあ、感謝をしていますというふうな感じです。で、皆さんここでお気づきかと思いますがね、Thank you だけだと本当にワンパターンですよね。でも、I wanna show my gratitude for you とか、I'm really grateful、 この2つだけを知っておくだけで、まず3つの変化を楽しむことができますし、ただ単に Thank you、 ありがとうではなくて、感謝したい、 I wanna thank you というふうに言うことができるというわけなんです。で、さらにおめでとう、 Congratulation というふうに一語で済ませるんではなくて、 Huge congrats to you というふうな感じでバリエーションをつけても楽しいし、さらに光栄に思います、 I'm really honored というふうにやることによって、いろんなバリエーションが楽しめるというわけです。さあ、いかがでしたか。今回は2019年全豪オープンで大坂なおみ選手が優勝をした時に、ね、使ったスピーチですね。こちらの中から感謝の気持ちを伝える5つの表現を解説しました。まあ、このようにですね、皆さんの日常会話の役に立つような動画をアップしてきますので、もしこの動画の内容がいいと思ったら高評価。で、さらにですね、チャンネルの登録をよろしくお願いいたします。Thank you for watching. それではですね、今回もご清聴ありがとうございました。Bye!